お出かけしましょう。あ、そうだ、ついでにここであの写真も撮るわ、後で。これかー。うわー、500ベルね。全ベルブッパだ。5万、バニラアイスクリームです。アイスもらった。もっと回してこけたりせんように気をつけてくださいね。気がよろしい。よし、え、これも曜日によって中身違うんかな。10番、オレンジミンのアイスばっかもらう、どうしよう。アイスあんま食べないんだけど。フラグ挟ます。6ちゃうわ、9番。まあ向きね、6には下に線が引いてあるのかな。またアイスなんだけど。いっぱいになっちゃう持ち物。まずアイスコンプからと。あ、ドーナツ。ポケットマガジンの当たり、これか。今日記帳みたいなのもらったけど、ちょっともう一回。オレンジの缶ジュースです。ちょ、もうやめよう、どうせいっぱいになるからね。じゃ最後に一回やるか。ソーダの缶ジュースをどうぞ。ジェロミシェン29番と言われて多さを実感していないだと。もう一回やるわ。29が最終っていうわけでもないのかな。ラッキーな7番ストロベリーアイスクリームの当たり。どんだけアイス持ってんの常吉。ソーダ、オレンジ、メロン&チーズ。メロン&チーズ、オレンジ&ミント、バニラアイスクリーム。あの意外にもかぶってないんだよね。商売上手なつね吉。ああ、一旦置いてすぐ来るか。あ、待って、ゆっか行けるんだ。あー、ブルーがいいな。本当あの一番この中で多く話しかけてるのって改造だね。今コミック、あ、これがスポーツ、ミュージック、ファッション。これってここで
各バリエーションのリメイクをすれば、ATM から注文するときに全種類できるようになるのかな。例えばこれを今コミックからスポーツにしたけど、スポーツからミュージックにすると、こうなるとたぬき商店の ATM からつなぐたぬきショッピングでは、まだリメイクしてないファッションを除いた3種類から選べるようになるのかな。とりあえずファッションにしよう。で、じいさんに、家に送っといてもらって、亀だからすごい時間かかりそう。よし、8番、ソーダ&レモンのダブルアイスです。非売品かもしれん。あ、そうか、非売品も結構あるもんね。じいさんだったり、亀だからって悪口しか言われてない。待って、じいさん別に悪口じゃないよ。抹茶&バニラソフトです。普段お願いしてる美容師さんはアイス抹茶しか食わんって言ってた。どうでもいいけど、なんかあのコメダにあるようながっつりのクリーム系のソフト、ソフトクリームかが苦手なんだって。でバニラバニラしてるのとミルクミルクしてるのが苦手だから抹茶になるという情報を先日聞いてきた。若草のセンス？なんやろ。抹茶ミルクの罠もあるしな。大体セットになってるよね、結構あの抹茶ミルク。緑茶の缶ドリンクですわ。緑茶の缶ってさ、意外とあんま見んよね。一番最後に緑茶の缶もらったのいつだったっけな。なんか割と近年でもらったんだよ。何だったかな。今何見てなかったわ。見かけでもバカみたいに安い、よくわからない。そう、よくわからないんだよ。で、あの細いのとかにも入ってることがある。あ、これはかぶりだね。これ特徴的なこと言ってもらえるとちょっとわかりやすいな。最初から番号控えとけよかった。え？あーっと出ました、30番、景品はなんとカラフルスティックライトです。常吉には勝負には負けるけど結構好きなんだよねこいつ。来ました、ゾロ目、22番、缶のスポーツドリンクをどうぞ。思いっきり引いてってるよ。ホワイトチョコドーナツです。あれ、さっきのは違ったか。トタケケライブでフロー、あ、フローかな。最近あのあっちの島の方の、あ、ポケットブック当たった。あっちの島の方のライブ行ってないんだよな。ガンガン引こう。もうこのベルが尽きるまでやるかもしれん。コンプリートしたらスネキチ教えてね。バニラソフトクリームですわ。え、どうだったっけ、11番はゾロ目って言わんのか。あ、すいません、わかりました。若草のセンス、これが謎のやつ。あ、待って、っていうか荷物の、あ、桃のセンスね。荷物がちょっと
圧迫してきております。かなり。これはセンスは手持ちアイテムだからリメイクはできないんかな。しかも桃のって書いてあるからさすがにできないよね。よし、できない。あ、寒いわ今おいでも。確実に和服の時にいいな。完全にカモなんだけど。だってジュースやアイスに500ベルだよね。バニラアイスクリームにさ。物価わからない系の人間だけど、さすがにあのこれはね、ぼったくられてるとわかるよ。持ってけ缶コーヒー。抹茶ドーナツをお渡しします。ちょっと高いアイスならワンチャンありえるから紅茶の缶ドリンクです。紅茶家電かな。リンゴの缶ジュース、これはあのお中元とかでも来るやつだね。しょっちゅう見かけるリンゴの缶ジュース。紅茶の缶ドリンクです。かぶりが明確に増えてきたらやめよう。今はまだまだいけると思ってる。紅茶の缶ドリンクだけはかぶりまくるわ何がついてはりますねや。レインボーソフトクリームの当たり。今のは午後の紅茶かもしれない一時期ね、午後の紅茶のあの無糖のやつを一生飲んでた時期があった。オレンジの缶ジュース、これもよくあるやつ。たださ、なんか、まあ、午後の紅茶とかだったらまだいいかもしれないけど、サイダー系とかだとさ、同じものにハマって延々と飲んでる人って危険らしいね。お、ソライロセンス。なんか尿管結石になるみたいな、なりやすくなるって聞いた。あ、これは3回目な。それこそなんか今日ちょっとあの美容師さんネタに縁があるんだけど、その美容師さんが三ツ矢サイダー一生飲んでたらそうなったって。最大のセンス。お、いいねいいねいいね。一生ってどれぐらい飲んでたかっていうと、2ヶ月ぐらい、もう毎日必ず飲んでるぐらいの勢いでガブガブ飲んでた。そして他の飲み物は飲まないぐらいの。待って、紅茶かぶりまくったよね。抹茶ドーナツ、缶コーヒー、バニラアイスクリームはかぶってる、メロン&チーズかぶってる、センスかぶってない、オレンジ、オレンジかぶったっけ？まあいいや、一回預けよう。で、紅茶、紅茶。つまり紅茶は1個だけ預ける。緑茶の缶ドリンク。
チョコレートアイスクリーム、あれ、なんか一般的に見えるけど逆に持ってない気がする。だいぶベルが消えてきましたね。本当だ。溶ける。ストロベリー&バニラソフトどうだったっけな、忘れた。ちょっと毎回エピソード喋れば覚えてるかもしれない。もう今されたけど、今のはなかったかもしれないな。チョコレートソフトクリーム、もう分かんなくなってきたよね。どうしよう、全然分かんなくなってきちゃった。ソフトクリームだったよね。しかもこれは持ってる、カラフルスティックライトね。アイスとソフトがあるの罠すぎる。ほんとやて、ソフトはなかった気がするんだよ、チョコレートの。ん、24番チョコドーナツの当たりです。ちょっと待って、さっきの短かったのは抹茶ドーナツでしょ。その前なんだったっけな。まあ持ち物を見ればいいんだけどね。これはかぶり、かぶりかぶり。ストロベリー、ストロベリー、ストロベリードーナツ。一回確認するか、冷静になって。そろそろ埋まる。抹茶&バニラソフトは、ソフト？一回、かぶりでしょ、かぶりでしょ。で、緑茶の、緑茶かぶりでしょ。で、チョコレートアイスクリームわからなかった。チョコレートアイスクリーム、チョコレートソフトクリーム、ストロベリー&バニラソフト、これは持ってるはず。ライト持ってる、チョコドーナツわからない、センス持ってる、抹茶&バニラソフトは持ってた。で、まあ、圧迫されてきたけど、持ってこないけど、家から持ってきたいにして、どこだどこだどこだ、小物か。自分が作っては押し込んだ食べ物が大量にあって混ざってたら大変だけど、ん？いや、ここにない、その他か。手持ちグッズ、あ、手持ちグッズ、あ、ある程度まとまってる。あ、はい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 、待ってよ、カラフルスティックライトっていうのがさっきもらったやつで、多分これもリメイクなのかな。で、空色のセンス、橙のセンス、桃のセンス、若草のセンス、飛んで、ストロベリードーナツ、チョコドーナツ、ホワイトチョコドーナツ、そして抹茶。覚えれん。緑茶の缶ドリンク、缶のスポーツドリンク、ソーダの缶ジュース、オレンジ、オレンジかぶり。グレープ、リンゴ、これもう味基本モーラ、桃がないか。缶コーヒー、紅茶の缶ドリンク、やばい本当に。カラフルは黄色のと違って振ると色変わる。うわ、それ面白い。ね、一番予想合ってたと、チョコレートソフトクリームはなかったんだ。バニラアイスクリーム、ストロベリーアイスクリーム、チョコレートアイスクリーム、これで一般的なものが基本的に揃ってて、オレンジ&ミント、ソーダ&レモン、これが一番好きかも、一番食べたいかも。メロン&チーズ、これちょっと苦手かもしれない。かぶってる。バニラソフトクリーム、チョコレートソフトクリーム、抹茶&バニラソフト、抹茶&チョコソフトはないんだね。レインボーソフトクリーム、ストロベリーアイスがあるということは、ストロベリーソフトないな。あ、これストロベリーソフト来るわ。
でも下手したらストロベリー&バニラソフトとストロベリー&チョコソフトが来るような気がするよ。あ、テイクアウトコーヒーしまってある。でポケットブック、あれ待てよ、ポケットブックとポケットマガジン、待て、なんでこんなにはしごいっぱい入ってんのか分かんないし、なんでタンバリン2種類持ってんのか分かんないし、持ち物こっちもいっぱいになるんだよ、埴輪だらけだし、サクとレシピが、木材も、あ、雪の結晶取りすぎじゃない。あ、で星のかけらの一般的じゃない方が欲しいっていうのはこういう理由やね。メタ読みつよ。ここって買い取りできたっけ。ちょっと待って、こういうペンライトか、この人ってさ、よし、あー、タヌキと一緒ね。オッケーオッケー。もうちょっとまとまってアイス引いておきたいな。番号でもよかったけど、あー、くそ、紅茶の缶ドリンク持ってます。アイスをよこせ。16番オレンジの缶ジュース持ってる。アイスをよこせ、スネ吉。チョコドーナツ持ってる。商売上手。ん？オレンジ、リンゴ、グレープを持ってたのかな。で、さっき桃がうんたらかんたらって言ったかな。ちょっと自信なくなってきたな。緑茶の缶ドリンクですわ。アイス、なんでアイスが出なくなったの。ソーダの缶ジュース、アイスは。ポケットマガジンのあたり、あれポケットブックが、30番だったのか。大大のセンス持ってんだよ、頼む、アイス出して、お願いだからアイス出してよ。お客さんお金大丈夫とか絶対言わなそう。言わない、寒いから気を使ってくれてる。でもセンスもよこすよ。いやー、ちょっと頼む、あのアイスをね、ね、狙ってる、もしかしてこの人アイス、バニラじゃないんだよ。はい、というか、アイス出して文句言われる。スティックライト1個預けるにしても、あの思ったんだけど、
そう思ったのよ。あと何個なの、まず1でしょ、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、あと一つじゃない、あと一つだね、えこれアイス来ないかも、もうだってさ、え多分なんだけど1番引いてなくない？2は引いたんやけど、で29と30は引いたんだよ。カラフルスティックの30番から読まないで。え絶対に1番がない、絶対に1番がない。でセンスは4種類あって、2からだったかな、何だったか忘れた、何だったか忘れたけど、かなり序盤の数字で、もうあのくじの景品を死ぬほどロドリーに買ってもらって、ポケットマガジンを残しとこう。これだって食べれるもんじゃないもんね、その売った方がいいな。あと1個だって。え、どうしよう、50種類だったら。引いて打って引いて無限に引けるね。そう。そして、この島には、あ、はいはいはい。それやない、くじをやらせろ。はい。ATM あるよ、ここ。違う、いらない、本当にいらない、ポケットウォークいらない。ん、ペンライトが 30? ちょっと待って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 、え待って、29がポケットブックだ、あでもバニラソフトクリームで、ポケットマガジンが 28? え、絶対に1見てない。30がスティックだったのか？ポケットブックマジいらない。本当にいらない。でもアイスとかよりはもらう。各住民の家にね、後日全部置かれるかもしれない。あ、缶コーヒーはまあもうその場で飲むわ、最悪。紅茶の缶ドリンクも飲むわ、飲めないだろうけど。待てよ、なんか似合うドリンクがあったら住民にプレゼントもありだな。スポーツドリンクはドクにあげるとか。まあドクも2個はいらんやろうけど。でも手持ちのやつ渡したら持つんかな。なんかさ、傘は持つんだけど。アスリートに糖分を多少の糖分なら大丈夫。抹茶ドーナツ、抹茶ドーナツはもらった。ん？ストロベリーのバニラソフト、あれ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 、さっきカウント間違えた。ストロベリー バニラソフトってさ、ね、予想してたやつだよね。
これ、一回このあの本とドーナツ、え、一番は、ああ、これ、え、待って、一番見落としてただけで一番引いた、これがそうだった。若草のセンスか代々のセンスか何かが2番なんだよな。桃が1か、桃1回しか引いてないね。え、これ1、2、3、4、5でドーナツから、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。え、で30までなの、まず。お金が尽きる前にコンプできた？そんならここにあるやつは配布するか。あ、ポケットブックまだあるわ。ポケットブック送ろう。缶コーヒー、缶のスポーツドリンク、缶のスポーツドリンク、缶コーヒー。ていうか美術品見たっけ、そもそも今週。ほ、本物やん。あ、買わないと。あ、よかった、お金使い果たさなくて。これ見るだけならできるんだっけ。あ、これ偽物だ。これもうめっちゃ大変だった、違いわかんなくって。本当に大変だった。あの奥の人のさ、ドアの奥にいる人のさ、あの手の高さがさ、床と平行になってるか上上がってるかの違いだけで、でこれは手が上の方に上がってるから偽物。こんなんわかるわけない。さっきのこっちに関してはもう明らかで、眉毛がなんか困り眉になってるから偽物は、今のは本物だった。やっと本物に出会えた。ずっとあの垂れ眉ばっか見てたから。あ、また写真を撮るんだ。でも言われるとなんで手を挙げてるんだよってなりそう。本当にね、マジで紛らわしいの多いよ。よし、ここを使わせてもらおう。なんかよくわかんないけど、OK。OK。ま、別荘作りと同じ要領だね。幅だけ決められないのか。部屋の幅が決まらない。決められない。女子会でも催すか。サクッとね。うわ、これも教えてもらって、ここで写真を撮ると後日ポスターを入手できるようになるから、
住民が去っていってしまってもポスターは残るねっていう。これすごい、どういう状況、すごいことになってるよね。こういうのをうまく使いこなせるようになりたいわ。別荘にサロンもあり、女子会もある。その女子会もある。あ、雪の降る日に女子会あり、雷落ちる瞬間に合わせよう。シャッターチャンスが。ちょっと待って。全面雪見えなくていいわ。この雪の壁が、下にあの、なんて言うんだっけ。ほら、普通に家の壁とかにもあるさ、下部分が、この辺と一緒になってるじゃん。だからさ、こういうあの、これって下に、その部分がないのね。これと組み合わせたくはないね。だからなんか合わないけど、こうやってやって、あ、ちょっと待って、なんかこうやってやって、アクセントでどれにしたっけ。あ、これか。そうすると一応、あ、うん、微妙に高さが違うな、下の部分の幅の。なぜなのか。あ、これ一緒か。え、でも窓多すぎん？こんなことこだわりだしたら本当にキリがないから、とりあえず写真を撮ろう。それで、さっきの岩井っぽい壁どこ行った？あれ？おや？岩井壁。あ、これこれ。誰かの誕生日会ってことにするか。そうするとなんかジラフな床が嫌だね。あ、パーティーの床。クリスマス会にする？また住民の毛皮でやるところだったのに。住民の毛皮慎重に。今回は女性陣をお招きする。それで、ちょっとこの作業中に非常に静かだから、置いとくか。早速。何がいいかな。あ、これあれか。別荘と違ってあくまで自分が持ってたことのあるやつだけか。となると、女子何人いたっけ。まあいいや、最悪自分立つわ。
これウェディングだけど、あこれちょっとあり、ちょっと待って、ここあの立食パーティーコーナーにしよう、どかそう。お前の席ねえからされるか悲しい立ち直れんかもしれん。まあ、めっちゃブライダルだけど、まあで普通の椅子、ウェディングじゃなくて普通の椅子、これでよくない？これで、でなんかモニターを見ながらさ、あーこれもでかいやつ高くてさ、お金がなくて買えなかったからさ、ちっちゃいのしかないわ。モニター見るコーナーはここにしよう。でレッドとブラックしかないからリメイクもしてないな。ちゃんとした食べ物がそこで、ジャンクな食べ物が、こっち。お、落ちるね、これ。ジャンク、ジャンク、ジャンク。ジャンク。ジャンクってなんだ？パンケーキでいっか。でかいし。パンケーキと、あとたくさんクッキー。うん。花はいらんと思うけど、まあ一応飾るか。カサブランカ、赤、くどいかな。思ったよりあの空間が広い。ここら辺に何か並べて、もう本当にあの適当に場所借りて始めた女子会みたいな、そんな感じで。うわ、バースデーテーブルでもよかったな。ハンモック、いいのがない、いいのがないぞ。というわけでイースターのベッドをちょっと置いてみよう。おのおの過ごせ。で適当に、困ったらイースター助かる。そう、イースターは結構ありがたい。キュートなドレスは違うな。イースター集めといてよかった、本当に。これで全部か分かんないけど、ちょっとお化粧直しの場所も用意しよう。トイレいるかな、いらんか。植物パーテーション、あーフロアランプ、フロアランプ、やっぱりこれリメイクちゃんとしなきゃダメだ。自分でリメイクは全種類しよう今後。これくどくない？まあいいや、パーティーだからブレイクをということで。それで、
あ、使い終わった後はちょっと掃除をしなきゃダメだから掃除機もここら辺に置いておく。どうかしら、いい場所ないかというかこいつが邪魔なんだろうな。じゃあこの辺は雑多なものを置いておく。掃除機はさすがにいらん。何？ああ、ケーキのショーケースか。ケーキのショーケースか。なんとなくあの女子会となるとケーキ食べ放題の印象が強いから、とりあえずケーキは置いておく。で、名画とかはいらないから、名画は無視して、ラタンの椅子あったね。あったけどこれ、リメイクできてないな。あー、リメイクできてない。こんなもの置きたくない。こっちだ。おう、壁が、実に殺風景。飾ろう。何かないか、何か何でもいい。パーティーの飾りだ。いや、ゴージャスしかないってなるとイースターだ。イースターに助けてもらって、そう、困ったらイースター、もうそうするしかない。で、こっちは、あ、同じか、同じだな。いや、同じじゃない。若干のアンバランスを。アンバランス気になる。寄せて、で、他に壁掛け。適当なもの。ネオン管？あ、ネオンだな。ネオンじゃ入り口で。この入り口が横向いてんの実は初めてなんだよね。別荘って全部あの、ど真ん中が入り口になってるから。リースは別にいらないな。あ、壁掛け少ない。あ、わかった。じゃあ、いや、ダメだ。うちのメンツの写真がなさすぎる。なさすぎるから、曲を飾るか。この中で何でもいいよみたいな。パレード、パリ、ディスコ。この部屋暗くない？ハウス。消すか。もう一曲。まあスラッキーでいいか。暗くない？電気一個もないわ。電気普通でいいと思うけどな。くどいもんね、こんなの。丸いシャンデリア。
で今見えたけど、折り紙の天井飾り、ちょっとこんな上にあってもしゃあないな、なし。それで、棚の類は、白。ハンガーラック、何がいい置くもの、雑誌だ、困ったら雑誌置こう。これ今グルメ雑誌か、あ、リゾート雑誌にしよう。リゾート雑誌で、アクセサリースタンド、よし。あとはここにコンポを置いて、なんだっけ、あ、ここで皆さんを召喚すると、4人、あ、本当に1人余っちゃった、自分余っちゃった。あ、服装着替えられるの、じゃあ冬の装いにするか、なんか冬っぽい。これ似合うんじゃない？パーティーっぽくなったね。めっちゃパーティー感ある。あ、ゆきみさんこれでいいじゃん。で、ナイルが多分普通だと薄着になっており、刺繍のキャミソールを上げたから着てるね。イースターエッグなのか、はたまた誰かの卵なのか。今、卵製のやつ多分、いるっけ？意外と似合うんだよな。でも、こういうのもいいよね。いや、カジュアルでいくか。オフィスワーク帰りに来ましたと。あ、いいね。あとはちゃんととどまっててもらえるかどうか。あ、これでいいや。ボケたよね、今。なんかブレブレにな。さっき床の、さっきの床の柄にそっくりな女子いたじゃん。危ねえ。あ、ほんとだ。ジラフ柄そういや敷いてたわ、さっき。ほんとじゃん。カメラマン相当身長高い。
あれなんかこの辺にさ付け足せとあるよね、この上の方にさあ、なんだかあの突然集められてよそよそしい感じするけど OK。 全員バラバラにエモ設定できる。え、そうなのね、今さ誰も何もあの何の表情も起こさんかったけど、だって自分は別に後ろ姿でいいんだよっていうか、こういう感じでいいので、上じゃない、あ、そうそうそう、こういう移動がしたい。で、違う違う、そういう移動じゃない、こうね。連休邪魔やな。あ、これいいね。え、ここ見ちゃった。あ、一人だけ。これで設定できるんじゃないんだ。無表情カメラ目線脱却か。ってことはこれで設定するのか。ちょっとこうやってあの爆笑する子いるよね結構。結婚報告にする？別に昇進報告でも何でもいいけど、これどう？一人だけさ。あ、やめたわ。あ、やめちゃった。なんでみんなスンってなるの？どこ見てるんだ。なんでスンってなるの突然。よし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 、ちょっと待ってね。でもあ、これでいい。一人離れたところから祝ってる。ちょっとここしかなくて、クッキーつまみながらですみません。へえ、こうやってできるんだ。でね、残り写真を撮ってないのが、うちの今の住民だったらこのね、シベリア金閣バンタムなの。みんな同じ口調の同じタイプのやつら。男性陣なんか多かったから、こっちのあののほほんとした感じの3人を先に撮って、でこのおなんかいかつめ系のおっさん系の見た目じゃない口調のやつはほったらかしにしてある。あいつら用の空間もまた作って、それはそれで写真を撮ろうと思ってて。うわっ見てこのさっき配置したまま立ってるんだけど。ちょっと怖いよ、なんとなく。でもちゃんとできた。女子会写真。